チェコ共和国の交通では、チェコ共和国における交通の概略を扱う。プラハ本駅チェコ共和国には 9435km の鉄道がある。9341km は標準機であり、そのうち 2946km は電化されている。直流3000ボルト、交流 25KV。 交流 15KV の3種類の電化方式がある。最大の鉄道事業者は、国有企業のチェコ鉄道チェスケイドレイである。首都プラハには、地下鉄がある。また、ブルノ、リベルツ、モスト、オロモーツ、オストラバ、プルゼニ、プラハの各都市にはトラムがある。チェコ共和国の高速道路網、チェコ共和国には5 5 6 5 3トルの道路がある。 1980年代から1990年代にかけて道路を利用して移動する人が急増した。チェコ共和国の自動車道路には自動車専用道路と高速道路の2種類がある。これらの道路は国の道路総局である RSD によって管理されている。 RSD が管理する自動車専用道路は 726.9km、高速道路は 391.2km である。チェコ共和国で最も長い河川はブルタバ川で 430km ある。総延長 1154km のエルベ川のうち 358km がチェコ国内を流れている。チェコ共和国は内陸国であり、国内の港湾は 河川港である。ジェチーン、ムニエルニーク、プラハ、ウースチーナドラベムなどがある。また、ドイツ、ハンブルクのモールドウォーホフンを使用している。これは、ベルサイユ条約によって、チェコスロバキアが得た権利であり、2028年まで使用予定である。バーツラフ・ハベルプラハ国際空港2006年の時点で、チェコ共和国には121の空港がある。補装された。 滑走路を持つものは46である。国内最大の空港は、プラハのバーツラフ・ハベル・プラハ国際空港である。この空港は、チェコのフラッグキャリアである、チェコ航空のハブ空港であり、国内外に多数の路線がある。舗装された滑走路の空港計463047メートル以上に2438から3047メートル。 10,524から2,437メートル、13,914から1,523メートル、2,914メートル以下、19未舗走過失走路の空港径、75,524から2,437メートル、1914から1,523メートル、25,914メートル以下、49ヘリポート、2、ありがとうございます。